今回は宮崎県と大分県の県境に位置する祖母傾山系から親父山と庄司岳の紹介です。親父山と庄司岳の間の稜線は祖母山を眺めながら歩くことができ、庄司岳の山頂からは素晴らしい展望を楽しめます。大きな危険箇所もなく、快適に奥深い山の風景を楽しめるコースを今回は歩いてきました。冬にはコース上や登山口までの道路に積雪があるため、適度な装備や車の対策などが必要ですが、無積雪期は快適に歩いて楽しめるコースです。それでは今回のコースの紹介です。登山口を出発してしばらくは作業道を歩きます。そして作業道が終わると親父山までは傾斜のある登山道を登ります。親父山から庄司岳までは快適な稜線歩きを楽しめます。そして庄司岳の山頂で素晴らしい展望を楽しんで下山します。山や自然の中を歩く際は登山アプリなどを使用して常に現在位置を把握しながら楽しみましょう。また初めての山を歩くときは安全面や楽しみ方を教わったりするためにも経験者やガイドに同行いただくことをおすすめします。では装備のチェック、準備運動を行ってゆっくりスタートします。山や自然を歩く際は体が馴染むまではゆっくりと歩いて、息が上がりすぎないペースで行動しましょう。しばらくは作業道を歩いて進みます。今回はフライフィッシングの大先輩と歩きますが、歩くペースが速く動画に息切れの音が頻繁に入ってしまいました。作業道が終わると樹林帯の中を登っていきます。前半部分は常緑樹の多い樹林帯を歩きます。標高が高くなると落葉樹が増えて、太陽の光を受けながら歩けます。この日は寒波が入った後でしたので、少し雪が残っています。余談ですが、ご一緒させていただいた方は、自他共に認める晴れ男。ご一緒させていただくときは、大抵快晴です。山頂に近づくほどに徐々に雪が増えてきます。宮崎県の短い冬の始まりです。もうすぐ親父山の山頂に到着します。親父山の山頂で風景を眺めながら休憩したら、庄司岳へと向かいます。親父山から庄司岳の間はなだらかな稜線歩きで快適に歩けます。この日は久々の雪でしたので、少し雪を楽しみながら歩きます。途中で B29 墜落の地を経由します。ここの話は長くなるので動画では割愛しますが、様々な話のある場所です。雪の残った稜線を快適に歩きます。
途中からは祖母山を眺めながら歩くことができます。どの角度から見ても美しい山ですが、大きくて素敵な山です。真横に祖母山を眺めながら歩くのは非常に快適です。この辺りは倒木や枯れた木だらけになってしまいましたが、展望は非常に美しいです。この辺りも倒れてしまった木が目立ちますが、美しい森になるよう大切にしていきましょう。庄子岳が見えてきました。山頂まであと少しです。最後の登りを終えたら、庄子岳の山頂です。山頂からは360度、非常に美しい展望を楽しめます。ゆっくり風景を楽しんだら下山します。奥深い山々の風景や素晴らしい展望の楽しめる庄子岳、ぜひ歩いて楽しんでいただければ光栄です。山や自然の中を歩くときの注意事項は概要欄に記載いたします。初心者の方はチェックしておきましょう。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様が自然の中で素敵な時間を過ごせますよう願っております。不定期ですが、また次回をお楽しみに。